青森花火大会は、青森県青森市の青森港で行われる、青森県内では最大規模の花火大会。正式名称は、青森ねぶた祭り協賛大会青森花火大会である。毎年、ねぶたの最終日の8月7日の夜に行われる。ただし、青森市内で行われている2つの花火大会では、この花火大会の方が歴史は新しい。打ち上げの途中、 ねぶたの会場運行があり、ねぶたと花火のコラボレーションがある。このねぶたとのコラボレーションが行われる花火大会は、世界にはこの大会だけである。ねぶたが会場運行がされることが有名である。内容は、19時に合法が上がり、スタートして15分頃にねぶたが入港する。ねぶた運行中は、安全上、大きな花火を打ち上げることができない。早田がメインになる。 45分頃に、ねぶたが出港する。その後は、スターマインやダーゲなどの豪華なプログラムで進行していく。ねぶたの会場運行は、毎年、ねぶた大賞、知事賞、市長賞、商工会議所会頭賞、観光コンベンション協会会長賞を受賞した5台と、会場運行推薦団体に選ばれた1台のねぶた、計6台のねぶたが運行する。 8月7日の昼運行終了後、選ばれた6台の寝ぶは、浜町不当にてクレーン車で橋家に乗せられる。6時30分ごろ、ふを出発し花火大会の会場の青森港に7時15分ごろに入港する。田村麻呂賞、知事賞、林賞を受賞した3台の寝ぶが運行した。市長賞、商工会議所回答賞は1990年に新設された。 ねぶた大賞、知事賞、市長賞、商工会議所回答賞、観光コンベンション協会会長賞を受賞した5代のねぶたと会場運行推薦団体に選ばれた2代のねぶたが運行した。ねぶた大賞、知事賞、市長賞、商工会議所回答賞を受賞した4代のねぶたと会場運行推薦団体に選ばれた1代のねぶたが運行した。ねぶた大賞、 知事賞、市長賞、商工会議所会頭賞、観光コンベンション協会会長賞を受賞した5台のねぶたと会場運行推薦団体に選ばれた1台のねぶたが運行した。有料観覧席は毎年大会経費が多くかかることから2004年に有料席を設置した。初年度は新中央府等のみ設置されたが翌年度からは 青い海公園にも設置されるようになった。ちなみに、新中央府等のみ設置された、初年度は、現在の青い海公園の観覧席は、共産車席だった。全席パイプ指定席。当日は、アスパム周辺とベイブリッジ・ラブリッジが交通規制されて、駅からアスパム方面に車で行くことはできない。ねぶた各所を紹介席料の収入は、 管理費や警備費やゴミ清掃費などに使われる。ありがとうございます。